ケロントフロップです。クリスマスまであと1ヶ月ありませんね。クリスマスといえば、プレゼントをもらったり、ケーキを食べたりするのが多いと思います。あと友達や恋人などとより仲良くなれるいい機会だね。ところでケロンは彼女と変えたりするの？彼女、それがまだいないんだよね。フロップはいるのか？ぐふふふふ。当たり前だろ。いるわけないじゃんかよ。うわーん。なんで、なんでだ？知らねえよ。でもいつかできると信じて生きようぜ。以上、雑談でした。